はい、皆さんこんにちは。はい、もうね、このようにね、あのコインがもうマックスで溜まってる。そしてこの収益金タワーがもうね、もういっぱいだよということを知らせてくれてるので、まずはね、あ、取っちゃったよ、ちょっと。あのね、この収益金タワーで一括で回収していきたいと思います。いきます。はい。はい。こんな感じで、この範囲内にあるね、装飾品とか、恐竜とかのコインを一括でね、いちいちタップせず、手とも、このね、収益金タワーをタップするだけで、一括で収集してくれます。これはね。はーい、気持ちいいですね。さあ、最後、行きましょう。はーい、オッケー。気持ちいいですね。いや、何気にね、気づいたらこの収益金タワーって、手持ちに3つあったんですよ、なぜか。うん。どこで入手したかっていうのを覚えてないんですよね。うん。その辺ちょっと、わかる人いたらちょっと教えてください。ということで、今回はですね、こちらのアリーナ展示ですね。ミクロポサウルスが、多分、スーパーレアパックってなってますけど、ミクロポサウルスが、手に入るのかな？うん。ミクロポサウルスってレジェンドだっけ？スーパーレアだっけ？ちょっと覚えてないんだけど。とりあえず、ミクロポサウルスのアリーナ展示ということで、こちらをやっていきたいと思います。あと4時間しかないからね。急いで行きましょう。巻き巻きでね。はい。ショーケース。はい。結構手強いですね。敵側はね。どうしよう。これは、なかなか、色鮮やかなチームだな。じゃあ、メトポサウルスをまず1番手に入れて、草食竜、ウナイリンクスか、まあ、アパトサウルスでもいいけど、まあ、ウナイリンクスかな。うん。で、まあ、翼竜と、プテロダウスとか、プテロダクティルス。こっち入れようかな。はい。行きましょう。1試合目ですね。はい。多分これ交代してくると思うんで、貯めておきます。はい。おっと、交代せずにマックスアダックで。なるほどね。なかなか度胸がありますね。やっぱり、帝王は。うん。で、これでワンパンできるんですが、次が、苦手属性の翼竜になってしまうので、ガードしておきます。はい。ほら、ワイルドファイヤーのちっちゃい尻尾。強いでしょ、これ。さて、プテロダクティルスですね。お、ガードしててよかったね。死んだし。ガードした意味なかったね。とりあえず、こいつはワンパンかな？うん。こんな感じで。はい。ほら。ウナイリンクスもね、ほんと王様みたいな見た目ですからね。で、ミクロポサウルスが、1アタック。おっと、これは、相性関係が、まあ、ないので、これはいいですね。はい、行きましょう。ほら、今のは見たことのない攻撃でしたね。なんか、こいつ首で、バチーンってやるのもあるんですね。はい。2試合目、行きましょう。はい。おっと、メトポサウルス。お気に入りのメトポサウルスが入ってますね。両生類が2匹ということで、もうね、翼竜がね、結構、充実してきてるんで、プテロダウストロ入れて、で、2番手に、メトポサウルスかな、こちらも。うん。で、3番手、また、翼竜という感じがいいかな。スコリプテルス、ウナイリンクス、ウナイリンクスじゃなくて、スコリプテルスですかね。はい、オッケー。これで行きましょう。はい。さて、
敵側としてメトポサウルスと対峙するのは初めてですね。メトポサウルスを痛めつけたくないなみたいな。はい、しかしこれワンパンできないので貯めておきましょう。交代してくるかな。あ、してきますね。はい、KO。 1から特に何もしてこなかったということで、一応出待ちしましょう。さあ3、はい、1、これは2ガードしている可能性が高いということですよね。2でいけるかな。とりあえず2で読んでいきましょう。おっと、1ガードしかしなかった。 OK。 あとは有利属性ですね。はい、メドボサウルスかわいいな。はい、3。おっと、痛い。さすがに死んじゃうか。やっぱりトゲ付きに、おっと、ミラーリング、メトポサウルス対メトポサウルスのミラーリングですね。いやー、メトポサウルス、なかなかこれはどうしようかな。3使ってきたんでワンガードの可能性があるんですが、そうだな、ここは一応スコリプテルスでいこうかな。はい、これでワンパンはできるはず。おっと、ガードしてない。はい、ごめんね、メトポサウルスちゃんって感じですね。はい、ミクロポサウルス。さて、5からの4。あ、全然減らない。全然減らないな。オッケー。ほら。やっぱり、あれですね。ソシャゲって、今のソシャゲってやっぱ大体属性関係とかありますけど、やっぱり属性関係は大事ですね。有利属性で行くっていうのがやっぱ大事ですね。さあ、3試合目。おっと、ラジャステが、ヤンキー野郎ですね。ヤンキー野郎が1番手に入ってて、インドネスレックスと、肉食がまあ2体いるということなんで、メトポサウルス、プレストスクスをまず入れて、で、メトポサウルス。で、キャッシュ、最近のキャッシュが安い、プテロダウストロ。こんな感じでいきましょう。はい。さあ、おぉ。何気にこうやって見ると、ラージャースティガーもなかなか、かっこいいね。でもやっぱりヤンキー感は変わらないね。やっぱヤンキーですね。さあ、2からの、何もしてこない。ということなんで、出待ちをしましょう。はい。さあ、3からの、まだ何もしてこない。ちょっと怖いな。ちょっと怖いんで、結構ガードを固めつつ。はい。5からの、まだ何もしてこない。こいつは何を考えているのか。怖いな。何、怖いぞ、これ。さすがヤンキーだけある。おい、7から、7とか来たら怖いの。お、7来たよ、おい。おい。勘弁してくれよ。おーっと、耐えた。危ない。怖い。危ね。ギリギリ耐えたわ。危な。怖すぎでしょ、ちょっと。さすがヤンキーだけあって、やることは違いますよね。普通の恐竜とはね。さあ、これで沈んでもらって、インヌーズレックス、KO ですね。まあ、こいつで倒されるでしょう。はい、4からの4。はい。ここら辺はやっぱりボス違って、ちょっと頭が悪いという感じですね。さあ、そしてメトポサウルス。で、まあ、ワンパンですよね。はい、こんな感じで。はい。
うわ、ちっちゃい尻尾でね。うん。そしてミクロポサウルス、めっちゃ攻撃力低いですね。はい、4。はい、ということで、メトポサウルスの、マックスアタックを使うのは初めてかな。よし、行きましょう。メトポサウルスのマックスアタック。おお、やっぱり噛みついてみたいな、ドアップでみたいな感じの演出ですね。でもただ牙も形が違いましたね、あのシルエットのね。はい、スーパーレアゲットでございます。やりましたね。はい、スーパーレア何が入っているのか、はい、開けていきましょう。200キャッシュ、200キャッシュ、あー、準備完了で、アンキロサウルス。はい、ミクロポサウルス自体はやっぱり手に入らないみたいですね。うん、とりあえずスーパーレアが手に入るということですね。アリーナ展示とか、おっと、なんか新しいイベントが出てきたんだけど。え、なにこれ、ダルビノプテルス、ダルビノプテルス、え、こんな欲求いたん。あ、これ以前に神々しいとかって言ってたやつですよね、なんか絵が。あ、こいつなんだこれ、特賞を目指して戦おう。あ、トーナメント、トーナメントなの。はい、何これ、勝利するたびにプライズが盛りだくさんのスピンを回すことができます。ああ、これね、トーナメントね。ああ、これは行きたいですね。これは行きたいですね。うん、ダルビノプティルストーナメントということなんで、こいつが、プテロダウストロですね。あの、大阪のおばちゃんって言ってたキャラ、恐竜。あいつが、これかなと思ってたんですけど、違いましたね。うん。これ、名前は出てなかったですよね。この、絵が、こう、最初のお知らせで出てくる時の絵でね。その時に名前は出てなかったんで、プテロダウストロが、こいつかなと思ったんですけど、こいつは違うんですね。ダルビノプテルスという新しい翼竜ですね。しかもこれはトップリーグサプライズでしか手に入らないということで、これですね。うん。ダルビノプテルス。こいつはまあ、リミテッド恐竜ということですよね。はい。というわけで、まあ、今からトーナメントをやるわけにはいかないので、まあね、今回はこの辺で、まあ、終了にしたいと思います。はい。で、トーナメントはね、また動画外で、ちょくちょくと、ちゃんと、ね、じわじわじっくりとね、トップ1%を目指してやろうかなと思っております。いやー、ダルビノプテルスとか、こんな新しい翼竜、本当にね、予想外でしたね。いや、何ですかね。なんだっけ。何アリーナ展示。名前忘れたな。ミクロファウスか。ミクロファウスのアリーナ展示をやって、終了した途端に、トーナメントが始まりましたね。ちょっと意外でしたね。はい。というわけで、こいつだと思ったんですけどね。あの絵は。違いましたね。ダルビノプテルス。これは期待できそうですね。これね。いや、ほんと神々しいですよね。天から舞い降りてきたみたいなね。そんな感じがありますよね。ダルビノプテルス。こいつは欲しいですね。さあ、これで、トップ1番を目指して、じゃあ、今後ね、まあ、まあ、その進捗状況とかを動画にしても、まあ、あれだと思うんで、これはね、ちょくちょく動画の最後のあたりで、今こんな感じです、みたいな感じで、まあ、報告していこうかな、という感じかな。そんな感じで、まあ、報告だけという感じにしたいと思います。正直、バトル連続してね、バトルやってるところを見てても多分面白くないと、あまり面白くないと思うんで、はい、こいつは報告だけでしたいと思います。はい。というわけで今回は、アリーナ展示ですね。
アリーナ展示のミクロプサウルス、アリーナ展示を、やってきたと、クリアしてスーパーレアパックゲットしたという動画でございました。はい。じゃあ今回はこの辺で終了にしたいと思います。ありがとうございました。またね。